全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前はアーキドじゃ。ということで今回はこちらロズレイドを使ってポケモンバトルやっていこうというふうに思うぞ。努力値がポケモン徹底攻略様に投稿された、大天使あと紐付け赤以降さんかなが投稿してくださった HD ヤドミガ型をそのままちょっと参考にさせていただきまして、 HP204、 防御100、特攻4、特防180、素早さ20で振っております。はい、で技なんじゃが、ヤドリギの種、ヘドロ爆弾、毒菱、身代わりということで、まあちょっと害悪っぽい感じだね、うん、で毒菱っていうのはまあ一回巻くと毒状態、ね、交換して出てきた相手に毒状態にさせると。で二回巻くと出てきたポケモンを猛毒状態、毒毒みたいにどんどんターンが重なるごとに毒のダメージが上がっていくっていう状態にします。はい、なんで今回は毒毒採用ではなく毒菱で、まあ裏から出てくるポケモンをほとんどね全自動で毒にしてしまうという、そういう型となっております。で持ち物が黒いヘドロと、まあ当然じゃな。これで HP を回復してヤドリギの種プラスでさらに回復して、まあ身代わり張ってみたいな感じで、とにかく気持ち悪いね行動をするロズレイドとなっております。ということで、あ、今回はねこのロズレイドを使って、まあ、対戦相手を嫌な気分にさせていこうかなというふうに思うので、頑張っていくぞ。ピッピカチューマッチングいたしました。相手がエアームド、カイリュー、ハッサム、バシャーモ、ランタン、そしてスイ君ということで、よろしく頼むぞ。先発何出てくるかな。まあロトムヒードラいる時点でいきなりあいつは出してこないよな。エアームドは出してこないと思うんだよな。だから、ヒードランから出していっちゃって裏ロトムかな。マンムーもありなんだけどな。でもロトムだろうさすがに。でラストがロズレイド、うん、今回の主人公ポケモンじゃな。この3匹で戦っていくぞ。ピッピカチュー。さあお相手初手ポケモンがスイ君を繰り出してきた。でわしはヒードランを出してしまったので、ここはもうおとなしくロトムに引きましょう。おとなしくね。で一応そのなんじゃろう、熱湯ブッパー、多分相手ランタンいるかもしれないな。ランタンいるかもしれないから、ここ思い切ってロズレイドに引きます。だよね、引っ込めてくるよね、知ってたよーん。さあここはおとなしく引くのが正解と。でロズレイド繰り出していき、まあ身代わりからでいいですかね。オッケーオッケー。バシャーも出てくる可能性、あ、ハッサムから出てくるんだ、なるほど。さあ身代わりを使っていく。で相手トンボ返りしてくる可能性考慮した場合、こう毒菱から巻くのが正解ですね。バレットパンチ、オッケーオッケーオッケー。であれば問題なしかな。うん、急所に当たっても問題なし。命の玉持ちハッサムか。よし、毒菱巻いて、で相手先制バレットパンチ、いやバレパン打ってこないと思うんだよな。多分トンボ返りだと思うんだよね。だからもう一回毒菱打ちます。さあハッサムを引っ込めて出してくるのがスイ君で、もう一発毒菱巻くことによって裏のランタンは猛毒状態になる。ただこのスイ君は、ただの毒状態と。で相手眠ればそのなんだろう、毒状態は解除できるんで、多分そのために出てきたと思うんだけど、まあここヤドリギの種から入りますか。眠っちゃえばいいんだもんな、相手からするとな。ここ瞑想積んだ上で眠るを打てば問題ないと、そういう判断かと思います。さあ冷凍ビーム、瞑想を積むわけではないと。
であれば問題なし。ヤドリギの種をしっかりと巻いていき、 HP をげっちりと回復。ありがとね、いただきますよ。で、相手瞑想を積んでくる可能性全然あるから、まあロタムに引きましょう、ここはね。うん、おっと、スイ君引っ込めてくる。ハッサムを繰り出してきて、さあローズレイド引っ込めてゆく。またしてもロトムを繰り出して、多分素引きだと思うんだよね。ヒドラに下げます。ボルトチェンジ怖いやろ、だから素で引いてくると思うんだよな、ランタンに。まあ引かれなかったとしてもバルトパンチとかだったらヒードランで全然受けれるから、このサイクルで間違いないはず。で、ヒードランだけマジで大事に取っておけば、ハッシュマー倒せるわけだから。ねえ、そうだよな。うん。またスイ君ですかね。いや、だったらボルトチェンジ打ちたかったな、ここな。うん。であればボルトチェンジを打ちたかった。まあ、ロトムにまた引けば問題ないでしょう。で、頑張れロタム。瞑想ね、はい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 と、はいはい瞑想と。で、ここはトリック打ちます。ここはもう魂のトリックよ。おっと、眠ってしまったか。なるほどなるほど。で、HP を回復してくるけど、わしはトリックを打つことによって相手が次使う技で固定されるようになったと。あとはもう10万ボルト打っていけば問題ないんじゃないかな。多分波乗りか熱湯か、あと熱湯だったかな、で冷凍ビームとかでしょ。だからこれで問題ないと思うんだけどな。こだわりメガネ持ったところでロトムに打点をつける技はないので、これで問題ないと思われる。で、ここで、まあ、ランタンに引かれて蓄電されたとしても、まあ、問題ないのかなって思うんだけど。ランタンね、オッケーオッケーオッケー。で、ランタンにも毒のダメージぶっくり入るから、これ毒毒ですね。猛毒状態です。なので結構いいダメージが入ってゆく。トリック打っちゃおうかな、ワンチャン。相手の持ち物何か分かんないけど、トリックって相手の持ち物奪うのも面白いよね。トリック打ちます。ここタツジンの帯を奪いました。さあ相手は冷凍ビーム、当然効かないと。で、毒ダメージを相手に与えて行き、まあロズレイドバックが安牌でしょう。言うてロズレイドバックでいいでしょう。さあ、いいサイクル戦ができてるんじゃないかな。ロトム戻れ、行けロズレイド。さあ10万ボルト当然効かないと。黒いヘドロで回復していき、まあここはヤドリギの種ですかね。ランタン引っ込めて出してくるのがハッサム。さあヤドリギの種を張ってゆく。オッケーオッケー。で、 HP をしっかりと吸って、いいね、ハッサムだけじゃからな、今な毒効かないの。毒ビシか、毒ビシが効かないの。これがでかいんよな。まあ身代わりですかね。多分トンボ帰りかな。シザークロスか、なるほど。まあこれは問題ないでしょう。シザークロス採用してるってことはどうなんだろう。まあ、羽休めはないと思いたいんだけど、まあ、ここはおとなしくドランバックでいいんじゃないかな。任せた、ヒードラン。ハッサム引っ込めた、うまいな。
さあここでスイ君を繰り出してくる。さあスイ君もドクドク状態になっていくんじゃな。まあおとなしくロズレイドバックでもいいと思うんだけど、まあロトムですかねやっぱり言うて。ロトムバックが丸いかな。行けロトム。ネット。オッケー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 。大して効かない。やけどを引いてしまう。これはちょっとディスアードだけど。まあ言うてボルトチェンジ打っていいんじゃないかな。多分またランタンに引っ込めてくると思うんだけど、ランタンも地味にダメージどんどん入っていくから、これは問題なくて。やべ、蓄電ってそうだよな、 HP 回復するんだよな。これはわしのプレミと。まあロズレイドバックっすね言うて。ハッサムさえ落としちまえばあとなんとかなると思うんだよな。10万ボルト OK。 大して効かない。で冷凍ビームもそこまで効かないと思うから、またここはおとなしくあれでいいと思うわ。あのエアドリギ打って適当にいなせばいいと思います。ただ決定打にかけるようなヒードランがな、ほんとハッサム系にしかちょっとうまく機能してないっていうのが嫌な感じだよね。ちょっと決定打にかけるような。スイ君スイ君スイ君、ハッサムか。まあそうだよな、ハッサムだよな。さあハッサムを繰り出してくる。でげっちりと HP を回復していき、ハッサムがそろそろきつくなってきたんじゃないか。これ直でもドランに引きます。直ドラン、よし、バレットパンチ OK。であれば多分スイ君に引いてくると思うんだよね。なのでこう第一の力打っちゃっていいと思うんだよな。ハッサムも落とせるし、あのランタンに引いてきたとしても刺さるから、第一の力打ちますここは。あとハッサムを直切りしてくる感じね。なるほどなるほど、よしよしよし。ハッサム倒したからもうドランの役割だいぶ終わったって感じだから、まあいいんじゃないかな。ドラン切っちゃっても問題ない段階までは来ていると。スイ君を出してくる。多分眠ってくると思うんだよな。でここはもうロズレイドバックして、ヤドリギの種打って、そっからロトムに引いてみたいな。ただロトムもな、 HP 大事にしないといけないからな言うてな、難しい。まあロズレイドに引きますか言うて。あっと勝ったマッチングいたしました。相手がエーフィー、マンム、カットロトム、ウィンディ、ジバコイル、ギャラドスということでよろしく頼むぞ。どうしようかな。先発は予想はカットロトムかマンムーだと思うんですよ。だから、まあ、ロトム、いやもう思い切ってドラン行くか。ドランドランロトムにしよう。うん、ドランロトムでロズレイド、この並びでやっていきます。よろしく頼むぞ。さあお相手先発がロトムを繰り出してきた。これはいいね、これはめちゃくちゃいいわ。うん、最高です。相手トリックの可能性があるから守るを打ちたい。守る一回打ちます。トリックの可能性あるからな全然な。ええ、OK。 ボルトチェンジ、ボルトチェンジを打ってくるのが分かっていると。じゃあマグマストームでいいかな。ええ、まあこんなもんと。で裏のポケモンにマグマストームで威圧を与えていき、相手に有利なポケモンでちょっと引いていくと。ギャラドスが出てくる。威嚇がバンゲリーと入れられてしまい、マグマストーム当てていいぞ。偉いね、偉すぎる。ボカーン、うん、いいダメージいいダメージ。さらにマグマの渦でダメージを与えることができるぞ。うん、
で、多分相手龍舞から入ってくると思われるので、ここは、おとなしくロタムに引いていいんじゃないかな。うん、さあ任せたぞロタム。滝登り打ってくれるんだったら安すぎる。で、ここはもうボルトチェンジじゃな。多分カットロタムあたりに引いてくるとは思うんだけど、で、ここ厄介なのが、その空中に浮いてるポケモンっていうのは毒ビシが当たりません。なので普通に嫌なんだよな。毒ビシ撒く意味があんまりないんだよな。だからここはもうロズレイド出して、ロズレイドはもうアタッカーみたいな感じで使っちゃいます。ここは普通に相手あれしてくる可能性あるから、トリックとかやってくる可能性あるから、まあヘドロ爆弾でいいんじゃないですかね。こういう臨機応変な使い方もできないとダメよ。うん、毒ビシただ撒けばいいってわけじゃないから。オッケーオッケー。エーフィーがいるんだったら出てくるな、ここ多分。ギャラドス出てくるんだったら結構いいやつ感あった。ウィンディーね、なるほどなるほど。ウィンディーにもしっかりとヘドロ爆弾をぶち込んでいく。あ、結構効くじゃん。はい、さらに毒らせていく。もう毒ビシ巻く必要なくなったね。いいよいいよ。さあ、お盆の実かな。お盆の実だね、これは。お盆の実で体力を回復して交換読めると思うから、ロスレイドはぶっちゃけもういらないかなって感じだな。うん、まあ、一応身代わり貼りましょう。火炎放射特殊型か、だったら貼れるんだよね。だったら貼れるんすわ。だから、やけど負ったのちょっときついな。やけど負ったのちょっときついっすね。あ、でもここは宿り着でいいかな、ぶっちゃけ。晴れたのでけ。相手が特殊型で助かったわ。宿り着打ちます。なんか特殊型ウィンディー最近多いな。燃え尽きるとかさ、朝の日差し。なるほど、耐久するつもりかい。いいんじゃねえ、面白いよ。さあ、宿り木の種をまき散らかしてゆけ。 HP を黒いヘドロプラス宿り木の種で回復していき、じんわりじんわりとねやっていくと。で、次のターン一応その晴れるけど、ヘドロ爆弾撃ちます。ここは先制ヘドロ爆弾。よいしょ。同速なのか、もしかして。吠える。あ、オッケーオッケーオッケー。まあ、それは結果オーライ、結果オーライ。同速じゃないね、相手吠えたからあれだったんだ。吠えたから高校だったんだね。いや、もう十分すぎる。これウィンディ切ってきそうな気すんだよな。朝の日差し打ってくるかな。ここで粘る相手、多分切ってくると思うわ。これ一旦守ります。切ってくる可能性あるんで、まあ交換されたらまたロトムに引けばいいだけだから、ここ 安定卓。オッケー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 。安定卓を取ります。おっと、朝の日差し、この語に及んで朝の日差し打ってくるんだ。いや、だったら大地の力打ちたかったな。朝の日差し、火炎放射、吠える。さすがに打点ないと思いたいんだけどね。一応大地の力打ちますか。ここ朝の日差し連打してくる可能性あるから、大地の力が刺されば、まあ、相手倒せるし、格闘技地面技はないじゃろう、きっと。朝の日差し連打 OK であれば何の問題もありません。大地の力を打ち放って、ウィンディー、あと毒ダメで死ぬかな、宿り木と毒で。 OKOK、 完璧完璧すぎ問題で、ギャラドスが出てくるでしょ。で、ギャラドス一番めんどくせえんだよな。ロズレイドはまだ役割持てるから、まあ、ロトムに引きますか。
ロスレイド自然回復であれだったね、やけど回復してたねさあリュウマイ、しかしリュウマイ噛み砕くぐらいだったら多分耐えると思うんだけど、どうだろう、この HP だったら耐えると思うんだよね。だからボルトチェンジで問題なくて、さあギャラドス引っ込めたのであれば、こっからボルトチェンジ打ってまたロズレイド出して、ロズレイドであとあれだね、ヘドロ爆弾打っていけば多分相手受けらんなくなるから、そしたらあとはカットロトムはヒードランで詰めていけるし、多分勝てたと思うけどな、この試合は。ヘドバグで。さあ、相手リーフストームを無理くり打ってくる。しかし、全然効かないんだよな。ヘドロ爆弾ピッピカチュー。さあ、ロトムをすりつぶしていき、HP を回復して、ギャラドスを繰り出してくる。そうじゃな、身代わりとか下手に打つくらいだったら宿り木の種打っといた方が丸いんだけど、多分ラムの実だと思うんだよね相手で。宿り木の種とか悠長に打つのはあんまり良くないかな。身代わり宿り木、身代わりから相手竜舞して、そっから宿り木打って、ありっちゃありだな。身代わり打ちます。 ありがとうございました。いかがだったでしょうか。まあね、よく活躍できた試合だけを動画化してるのでめちゃくちゃ強い風に見えるんですが、毒菱っていうのは飛行タイプ、浮遊特性、鋼タイプとか毒タイプの、そもそも毒がねあんま効かないよみたいなやつには効きません。はい、毒状態にさせられません。で、現環境やっぱりロトムであったりとかね、カイリュウ、ギャラドス、あとはラティオスとかハッサム、そういうね、浮遊とか飛行とか鋼とかね、そういうポケモンが多すぎてなかなか刺さりづらかったので、まあ BDSP で使うのであれば毒菱よりは毒毒の方がいいかもしれないなーなんて感じた次第であります。まあね、でも毒菱巻いて裏から出てくるポケモンがどんどん毒になるっていうのは非常に楽しいので、この動画を見てこのロズレイド面白いなと思った方は育成してみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。